どうも皆さんこんにちは、300橋本です。今日はカーボンの、300のマット595用のカーボン商品を一つ紹介しますので、ご覧ください。今日紹介する商品はなんと品番でもうファースト一番最初に出来上がった300の第1弾カーボン商品なんで、品番がなんと1番0110ですね。 THAB0110 の、カーボンゲートスポイラーという商品になります。こちらは、アバルトのリアの部分の、ナンバープレートというかもうここの部分に取り付ける商品で、雨をこう避けてくれるというか車にこう垂れる雨水をこう貼り付けることによって防いでくれるっていう、あとは本当に大きさも大きくもなくちっちゃくもなくカーボンでアクセントっていう感じなので、1個取り付けるだけでリア部分のインパクト、リアのお顔が結構雰囲気がガラッと変わるような商品になりますので、ちょっと取り付けた画像が動画でお伝えするのがちょっと今日できないので写真でちょっとご覧いただけたらなと思うんですけど、一応カーボンゲートスポイラー取り付けた画像がこちらになりますので、こんな雰囲気ですね。ちょっと画像なのでうまく伝わりにくいとは思うんですけども、本当にリアの部分にポッと取り付けるっていう感じで結構立体的に飛び出てインパクトは出てくる商品になりますので、アクセントにはもってこいかなっていう感じです。サイズ感的にもご覧いただけたら分かると思うんですけど、このカーボンの美しい感じが思いっきり楽しんでいただける商品かなっていう思います。はい、でこちらも同様マットカーボン、ゲートスポイラー、普通のクリアカーボンのゲートスポイラー2種類ご用意しております。取り付けなんですけども、もう商品納品時にこちらですね、両面テープ貼り込み済みで納品となりますので、取り付ける際はこの両面テープでこうピタッと貼り付けるだけの、簡単、取り付けにはなるんですけども、やっぱこうきちんと取り付けたいよっていう、どうしてもその強度的には両面テープだと少し弱くはなりますので、一応こちらネジの穴が開いておりますので、こちらにネジを入れ込んでしっかり固定するっていうことも可能でございます。ただネジで固定する部分際にはちょっと車体にこうネジの穴を開けて固定するっていう感じの作業が必要になりますので、両面テープだけでも一応十分には取り付けることは可能です。ただちょっとこう座ったりとかこうなんかちょっともたれかかっちゃったりとかってすると少し強度がポロッと落ちたりっていうする心配があるので、一応ネジで固定っていう、こちらも付属品で商品納品時についておりますのでご活用くださいというか、いろいろこう用途によってお使いくださいっていう感じですね。はい、ということで今日は、カーボンゲートスポイラー一番最初に300の歴史の第1弾ですね、カーボン商品が生まれた300の、一番最初のカーボン商品になりますので、ぜひ皆さんご検討いただけたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。詳しくは概要欄に商品の詳細載せておりますので、そちらご覧ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。